はい、皆さんおはようございます。山城と申します。さあ今日は今どこにおるかというと、三重県四日市市の泊小柳だったっけな、あ、書いてあるのは、そうですね、泊小柳町の、ミニストップの四日市泊小柳店の前におります。なんでかっていうとですね、今日はちょっとお出かけをしようというわけでございますね。まあ、あの企画的にはもうすでにね始まっている企画なんで、特に企画発表も何もないんですけど、スターステールの86番シリーズか、今年の名所今年のうちについてね、前回志摩地方とかでいろいろと、回ってきました。志摩国分寺でね、あの中をね、あの本堂の中見せていただいて、あの重要文化財になっている、大仏様ね、見せて、あの座像の仏様を見せていただいたり、ご本堂様ですね、見ていただいたりとか、いろいろあった素敵な旅だったんですけど、あれね、今年のうちにと言っときながら、まあ、結局回りきれなかったんですよね。で、まあ、全部回りきるのは結局やっぱ今年中はね、無理だと思いますけどね、なるべく行った方がいいでしょうということで、ちょっと第2弾ね、ちょっと日付を改めてね、動画投稿的にも間にちょっとね、時間ができているかと思います。ちょっと間でね、別の動画が挟まってると思いますけど、今回はね、そういうような感じでやっていきたいと思います。で、今日はまずじゃあどこに行くかというとですね、青山高原に行こうと思います。まだね、日が昇って、もうちょうど昇ってくるかなぐらいの時間、6時29分、今6時半ですね、なんですけど、今からね、青山高原の方に向かっていこうということで、とりあえずちょっとね、こっちのミニストップ前に出て、飲み物とね、買ってね、来ましたよって感じです。まあ、時間的にはね、朝早くから起きとったり、ご来光っていう点もね、あるかなと思ったんですけどね、さすがにね、朝のちょっと4時5時で走っていくのもね、あれかなーっていうんでね、ちょっとこの時間から走って、まあ朝のね、青山高原を見て、で、そこからね、神宮の方、ちょっと見ていこうかなと思います。で、神宮の彫刻館とかね、あっちの方に行って帰ってこようかなというようなプランで考えております。ただちょっと今回変則なのか、大体ね、車で移動する場合だったらね、じゃあとか、いかに。ね、行って、で、車でそのままお店に行ってね、お伊勢さん見てっていうようなプランで考えるところなんですけど、ちょっとね、諸事情ございましてというか、まあ、そっか、先に上がってるからいいんですよね。要は、内々連盟の勧誘用に、その動画の作成方法というのに、車で移動してる動画の例と、編集する例と、電車で移動したり、散歩したりしてる時の例っていうのを、出さないといけないってことで、両方ハイブリッドに使う必要があるんで、今回はまず車で青山高原に行きます。で、その後何かしらの方法で電車に乗り換えて、電車で伊勢の方に出ます。まあ、伊勢の方は車で行くにはね、結局駐車場代とかが1000円とか2000円とかね、かかってきたりしてしまいますんで、じゃあね、もう電車で行ってしまっても結局電車代で変わらないっていうね、ところがありますんで、じゃあそれで行こうかなというわけでございますね。で、電車の方が結構公共交通機関の方がその間ちょっと休めますんでね、言うて私もね、相変わらず、本当はね、土曜日にやってて思ってたんですけど、土曜日、見事に10時間爆睡しまして、全く時間が間に合わなかったんで、今日に至ってるっていうね、日曜日なんで、で、明日は明日でね、もうね、今の時間ではもうバリバリ仕事してないといけませんからね、という感じなんで、まあ今日ね、頑張ってちょっとね、早いうちにね、行ってパパッと撮ってこようかなと思います。まあ、とりあえずミニストップ来たらね、やっぱり100円おにぎり食って、とりあえずちょっと小腹を埋めとこうと。そういえば、あれなんですよね。北海道の人ってコンビニのおにぎり温めるらしいですよね。いや、でも100円おにぎり助かりますよね。具もしっかり入っとって100円ですもんね。でもまあ私、貧乏症なのかもしれませんけど、100円均一って言われると、ついつい、シーチキンとか、ね、おかかとか、昆布とかっていう、ね、福岡のコンビニでも同じぐらいのね、安いやつよりも、紅鮭とかね、鮭とか、ちょっと高めのね、普通のところで買うと140円ぐらいするよねっていうところに、ついつい行っちゃうのってありますよね。さあ、じゃあ、小腹も埋めたところで、早速行きましょう。で、今日ね、珍しく、上着を着ておりますというかね、上着があったんやって話なんですけど、まあ正直言うと、なかったんでね、これの前に岩倉
岩倉じゃない、どこだったっけ、岩塚かね、行った動画が上がってると思います。まあ本当お手軽な、ね、単発動画、久しぶりに単発のね、と単発の動画を撮りましたけど、あの時にね、場所調べやなかったね、青山高原ってどうやって行ったらいいのかがよく分かってないんですけど、四日市駅に入って、まあ、この時間にね、使う人も全然いないでしょうから、ちょっと送迎のような感じでちゃんとつけて、よいしょ、なんでこんなところに買うものかとか置いてあんねんなんてこと思いながら、青山高原の場所調べましょう。要は三角点を見に行かないといけないんですよね、青山高原の。ああ、名阪国道の方に行くんか。はあ、はあ、はあ、なるほどね。名阪国道の方から行ったらいいらしいです。で、ナビを動かすんで。じゃあ早速行きましょう。暗いまんまだけどね。